こんにちは、カワポンです。今日は早稲田大学2021年度の入試に向けて基本データの確認と英語の分析をします。まずは倍率から見ていきましょう。過去3年において全て10倍を上回っており、かなりの高倍率になります。一つの理由は入試日程が2月の下旬となり、慶応、マーチなどの入試がほぼ終了した日に受験があります。よって最後のチャンスとして早稲田の社学を狙う生徒が多いことが原因です。2020年度の合格最低ラインは 70.2% と合表されていますが、これは得点調整がなされた後のパーセントとなりますので、あまり参考になりません。実際はもっと低いと思います。ちなみに受験者の英語の平均点は得点調整なしで 44% と発表されています。これはかなり低い数字と言えます。画面の下の入試日程を見てみましょう。2020年、2021年両方で試験日は2月22日となります。上位大学のかぶりはなく、2021年度もかなりの高倍率が予想されますね。次に英語の分析になります。これは2020年度の過去問の内容です。試験時間は90分となります。全部で5問の構成で、問1が正誤問題、残りが長文問題となっています。記述問題はありません。問1の正誤問題は4つのアンダーラインのうち文法的に間違っているところを指摘させる問題です。間違いがない場合もありますので、実質5択の問題となります。この年は訓練を積めばなんとか高得点が確保できる内容だったと思います。ここでぜひ得点を稼いでおく必要があります。問2以降が長文になりますが、個数が全て1000個前後となっており、かなりボリュームがあります。個数はきっちりとは数えていませんので、大体の目安としてご覧ください。全ての長文の難易度はかなり高いです。問題形式は単調で、単語問題か内容合致問題がメインになります。5択の問題または共通選択肢の文章から本文の内容に合ったものを複数選ばせる問題が主体となります。単語レベルもかなり高く、逆中はありません。時間内で読み切ることはほぼ不可能ですので、部分的な理解で解ける問題を確実に解いていくしかありません。右に目標時間と最低目標得点率を算出しています。参考にしてください。次に総合評価になります。まずは右の円グラフをご覧ください。早稲田の社会科学部は全部で46問の問題があります。これをレベル別に標準、やや、難のレベルに分類した比率がこのグラフになります。標準問題が 35% となりました。これは他の大学、学部と比較しても突出した難易度の高さを表しています。これをもとに2020年度の英語の最低目標ラインを出してみました。5択問題が多いことなども考慮して 55% となりました。英語で高得点はかなり厳しいと思います。次に速読レベルの考察をしました。問2から問5までの長文の総語数4255、目標時間の80分で割ると1句あたりの処理語数は53語となりました。これも他の学部などと比較しても突出しています。そしてハイレベル英単語の数は71語となりました。これは通常の受験生が対応できないであろうハイレベル英単語を独断で選んだものになります。絶対的な数字ではありませんが、一つの目安として見てください。とにかくこの数字は異常です。受験レベルを逸脱していると言えるでしょう。参考までに、これは2020年度の1年前の2019年度の総計のすべての学部の1分あたりの処理語数を独断で算出したランキングになります。2019年度の速読レベル1位は
早稲田の社会科学部の53個でした。2020年度も同じ53個でしたので、悪質なレベルが継続していることが伺えますね。こちらも参考資料です。2019年度の総計のすべての学部で出題されたハイレベル英単語の数のランキングになります。逆通のある単語は含んでいません。2019年度の1位は早稲田の社会科学部で68語とぶっちぎりでした。そして2020年度は先ほどの考察で71語となりましたので、記録更新となりました。このハイレベル英単語の数は少なければ少ないほどいい問題だと考えています。ご覧のランキングのように総計で看板学部とされている学部ほどこの数が少ないことがお分かりいただけると思います。ちなみに東大に関してもこの数は毎年限りなくゼロとなっています。つまり問題を作成する担当者のスキルとこのハイレベル英単語の数は反比例すると考えていいでしょう。ハイレベル英単語が多いと運の要素が強くなりますので、まともな受験問題にはなりません。もう少しまともなレベルに作成してほしいと毎年強く思っています。それでは英語の攻略のポイントになります。社会科学部の英語に関しては運の要素が強く、何ともいいアドバイスができないのですが、強いて言えば問1の正誤問題です。この問題は近年かなりまともなレベルで推移しています。練習を積めば確実に高得点が取れるパートになってきています。とにかく正誤問題の演習量を増やしてください。2つ目は長文をペペン的な理解で解ける問題を確実に解くことです。1000語程度の長文を問題込みで20分程度でやってみて、解ける問題を発見する能力を高めてください。抽象的なアドバイスで申し訳ありません。そして最後はラッキーカラーアイテムを当日に持っていくことですね。どうしても運要素は発生してしまいます。ちなみに画面の下のペペンは実際に僕が解いてみて判断したやや難と難の問題になります。ここに載っていない問題が標準問題になります。過去問をやった方は標準問題で多く失点していないか、ぜひ照らし合わせてみてくださいね。今日は以上になります。ありがとうございました。